今日はチェーンソーの梱包の話したいと思います。このチェーンソーはわざわざ俺に買取依頼して6000円で買ったんですけど、思ってる以上に高く売れたので、お客さんに追加で5600円お支払いするんです。俺の儲けは本当副業なので、そんな利益なくても小遣い程度になればいいかなって感じですよね。だからもし不要なチェーンソーあったら、もう型式とかで値段出るのでよろしくお願いします。で、話戻すんですけど、チェーンソーの梱包はまずまあほとんど輸送中に漏れるってことは 99% 以上ないと思うんですけど、俺農機具とかだいぶ何百台ってオークションで発送してるんですけど、ほんと一回だけ、昔はオイル入れたまま発送してたんですけど、一回だけエンジンポンプオイル漏れして佐川急便から怒られました。それ以来必ずオイルと燃料は抜いた状態で発送してます。で、よいしょ、寒いか、あ、今日はそんな寒くねえか、雪降るみたいですけど、都心で雪降るっていう予報が出てるんですけど、これ廃油入れですよね。先日廃油回収に来てくれました。ワンドラム、手で回るかな、あ、回んねえな、マイナスドライバーね。このバールで回すか、片手だとできねえな、これ簡単に回す。ガソリンは臭いですからね。オイル回った。こんな感じでオイル取っちゃいます。ウエスでオイル拭きましょうね。なんでどうでしょうか。そしたら梱包部屋に行きます。さあどうしましょうか。大きめな段ボール、大きめな段ボール、あれ
うん、厳しいかな。ちょっと組んでみよう。入らない。危ないな、これは。それでは危ない、これは危ない危ない。まずチェーンソーを入れてバーを入れる。これでいいか。これでいいか。めっちゃ早いな、梱包は。めっちゃ早いな。これで終わりだ。ここまで。10センチぐらい高さが余ってるので、これだと話のネタになんないか。ぴったしの段ボールがあれば簡単に梱包終わるっていう話なんですけど、違う方法で今回発想してみるか。このロールの段ボール、これ結構使えるんですよね。一回巻いて切っちゃいます。荷造り上手、水、こういう段ボールを倒す。めちゃくちゃ簡単な配送だな。あと TP バンドで締めちゃいます。梱包終わりました。あと佐川急便に電話すれば回収に来てもらいます。何サイズ？100サイズ以上ありそうだな。